レットさん、西大です。肉そばを食べてますって言っても、もうお肉を全部食べ終わってしまって、途中からあ、カメラ回すの忘れたって言って今急に回し始めたんですけど、今ここは羽田空港です。その目の前にある搭乗口から飛行機に乗って今日は九州の福岡に行くんですが、今搭乗が目の前では始まっているところですが、急いでちょっと立ち食いでお蕎麦をかき込んでいるところです。明日はまた大きなコンサートで出演をさせていただきます。歌も歌わせていただくんですが、ちょっとね、英気を養うためにも食事は欠かせないなと思って、限られた時間でもこうやってささっと食べれるときは食べてます。移動が楽な格好できました。じゃあ食べます。めっちゃ威勢よく吸うじゃん。美味しかったもんね、ここのおそば。というわけで、今回はお仕事で福岡に行ってきた時の裏側をまるっと撮ってみたので、皆さんぜひご覧ください。それでは今から飛行機に乗って行ってきます。で、飛行機に乗ってる時はネックピローにアイマスク、そしてマスクで完全防備でシャットダウンして、加湿もしながら気がついたら目的地という、そういう感じでいつも行ってます。では行ってきます。本当に見た感じ怪しいんですけど、飛行機の中はとっても乾燥してるので、このぐらいすると、まあ、やっとちょうどいいみたいな感じでね。よかったらみんなも試してみてください。めっちゃいいよこれ。福岡に着きまして、今、今夜泊まるホテルに到着したところです。すごく女の子らしくて可愛いお部屋です。ほら、壁紙とかも可愛い花柄。はい、というわけで、さっきはあの飛行機の中でネックピローをしてたんですけど、ちょっとね、周りにも人がいたからあんまり話せなかったですけど、ネックピローがあるのとないのって全然違うの、みんな知ってます？もうね、全然違うの。新幹線とか飛行機とか乗るときは、昔はなるべく荷物をコンパクトに、なるべく重くなりたくないと思って、まあ、体力もあったし20代前半だったし、なんかちょっとぐらいこう首がつったりとか、肩こりになっても翌日には回復とかしてたので、あんまりこだわってもいなかったし気にしてもいなかったんですけど、やっぱり年齢を重ねてきて体のその凝り方も変わってきたし、翌日の回復力も変わってきたので、最近はネックピローを、使うようにしてます。よいしょよいしょ。こんな感じで、これ以上ね、こっちに行かないの。こっちもこれ以上こっちに行かない。前もここで止まるんですよ。ここで止まるの。これ以上こう行かないから、あの首への負担がすごくなくなって、起きた瞬間の、 あの体のものすごい痛みとかがなくなったの。だから最近は、荷物になったとしても必ずネックピローを持ち歩くようにしてます。私が使ってるネックピローはハピタスっていうところのやつで、こっち側がよくビーズクッションとかに使われてる、あの気持ちいい素材で、こっち側が、毛が立ってるというか肝っぽくなってる、スウェードっぽくなってる生地になってる。冬と夏でね、あの顔に当たる面を変えたりすると、こっちの方がちょっとひんやりするから、夏場はこっちを顔に当てるんですけど、ここにねファスナーがついてるの見えますか。ファスナー、ここにファスナーがついてて、なんとこのファスナーを開けまして、ネックピローを逆さまにしまして、揺らすとこういう形になります。で、このもともとネックピローだったここの出ちゃった部分をこっちに収納します。クッグッと、ファスナーを閉めます。そうするとじゃじゃん、普通の枕になります。この形とネックピローの形を使い分けて使ってます。これ良くない？こうやって、まあ、あの体の中でも私は特に首が、整体の先生にも注意されるポイントなので、あの首がつらないように、引っ張られないように、首に疲れがたまらないように、気をつけている中で見つけたのがこのネックピロー
でした。というわけでまた次回、西田愛でした。明日頑張ります。イエイ。次回はコンサートの裏側、そして博多といえばやっぱり屋台は欠かせないということで、屋台に行ってきたそんな裏側もお見せしたいと思います。愛方も下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。